現地時間12月2日、プレミアリーグ第14節でアーセナルはウォルバーハンプトンに2-1で勝利した。この試合で日本代表 DF 冨安健洋はブカヨサカのゴールをアシストしたが、79分に左足の不具合を訴え、ピッチを退いている。これを受け、4日に A メディア、フットボール、ロンドンは火曜日のルートンタウン戦の展望を述べた。アーセナルは、ウルブス戦から中2日でリーグ第15節を戦わなければならない。さらに、ウルブス戦の3日前には UEFA チャンピオンズリーグ、CL、グループステージで RC ランスとも試合を行っており、ルートンタウン戦も含めるとチームはこの1週間で3つのゲームをこなしている。アーセナルの指揮官を務めるミケル・アルテタは試合後、冨安の怪我の状況を問われると、わからない。彼は何かを感じていた、と答えた。それが疲労によるものなのか判断できない。我々はすぐに交代することに決めたし、リスクを冒したくなかった。このチーム状況に対し、フットボール、ロンドンは、ルートンタウン戦では冨安に代わってベン・ホワイトがスタンバイするだろう、と報じている。また、他のポジションのローテーションについては、長期離脱中のユリエン・ティンバーやファビオ・ビエイラに触れ、メンバーの刷新には制限がある、と見解を示した。なお、ウルブス戦で失点に絡んだ左サイドバックのオレクサンドル・ジンチェンコについて、フットボール、ロンドンはこの選手がスタメンから外れる場合には薬武器ビオルが入ると予想している。